こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、全身ユニクロコーデ3月編というテーマでお届けをしたいなと思っています。もうこれはですね、毎月の恒例のような動画になっているんですが、まあおしゃれをするにもそれなりに予算が必要になってくるんですよね。まあ僕が今着ているものを見ているだけでも、まずはアウターですね。ジャケットのようなものがあったりだとか、あとはもっと重衣量のコートみたいなものもあります。そしてその内側には T シャツを着ていますが、他にはトップス でででうととニットですすかシャツですとかまあ、そのあたりのアイテムもあります。あとは、ボトムスですね。まあ、こちらもいろんなバリエーションありますし、その他には靴ですとか、バッグ、様々なファッション小物みたいなものがあるので、それらをですね、トータルで揃えようとすると、結構な予算いってしまうわけなんですね。まあ、もちろんですね、普段僕が動画でお伝えしているような、セレクトショップのオリジナルみたいなものも非常にいいんですが、まあ、1点2点使う分にはいいんですけども、これが全身となると結構な予算な なってしまいまいすので、まあ、今回はですね、なるべく予算をかけずにおしゃれを楽しむためにユニクロ縛りで全身コーデをですね、3つ作っていました。ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、今回の動画を参考にしながら春の着こなし、組み合わせていただきたいなと思ってますし、まあ、こちらをベースにしながらお手持ちのセレクトショップのオリジナルのものなんかをうまくミックスするとさらに高見え効果があるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。なるべく皆さんにとって再現性が高い 辛いようなスタイルにしていますので気に入ったものをですね皆さんの着こなしのベースにしながら楽しんでいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここからですね、具体的に全身ユニクロコーデ皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、こちら、ロングコートを使った着こなしですね。これを組んでみました。どうでしょうか ちなみに僕は身長164センチ53キロの小柄体型でですね、決してスタイルがいいわけではないんですが、そこそこそれでもおしゃれに見せたいという願望を持って生きている人間なんですけども、まあ、こちらはですね、先日ご紹介しました、ユニクロ U のレディースのですね、ロング丈のコート、まあ、フーデッドロングコートっていう名前だったと思うんですが、まあ、こちらをですね、メインに添えてみました。まあ、ロング丈なんですけども、重たくないんですよ。なのでサクッと羽織れるので、まあこれから ですね。3月だんだん暖かくなってきましたが、こういったものを1枚羽織るのもなかなかいいんじゃないのかなと思います。カラーはブラックなんですが、まあ、正直ブラックにあんまり見えないんですね。 真っ黒っていう感じではなくて、少しですね、ネイビーっぽくも見えるし、墨黒っぽくも見えるし、まあ、ダークグリーンも混ざってるような、まあ曖昧な色使いですね。このあたりがユニクロ U の魅力だったりするんですが、まあそのような形で、そんなに重たく見えすぎないブラックということで、なかなかいいんじゃないのかなと思います。まあちなみにですね、後ろ向いた時に気づいた方もいらっしゃるかなと思うんですが、フーデットコートなのにフードがついてないじゃないかという形でですね、怒ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、実はですね、こちら up 撮っちゃいましたね。まあ、今回はコーディネートで内側にですね、ハーフジップのスウェットをですね、入れているので、首周りにボリュームが出るんですね。その上で、このフードがついてると、ちょっと邪魔かなということで、今回はこちら、撮らせていただきました。まあ、僕自身は結構ですね、こういった服のですね、いろんなディティール、自分の好きな形で撮ったりだとか、つけてみたりだとか、まあ、いろんなカスタマイズするんですが、まあ、今回フードはですね、すごくいいんですが、まあ、ゴテゴテさせないために撮ってしまいました。 そしてですね、ベルトも本当はあるんですね。 はい、こちら。ベルトもあるんですが、こちらも取ってしまいました。これもね、あると雰囲気出るんですよ。前で締めたりだとか、そういった形もスタイルとしてはあるんですが、僕は正直あんまり使わないし、あると結構邪魔だったりするので、個人的にはこれ取っちゃうこと少なくないんですね。なので、この2つをなくして、なるべくスポーティーにサクッと着れるような仕様にしてみました。そして内側にはですね、これまた先日動画でご紹介しました、 え、ユニクロのですね、通常ラインのインディゴブルーのハーフジップスウェットですね。 これがなかなかいいんですよ。春らしいですね。清涼感があって、非常にですね、これからの季節、活躍してくれるようなアイテムかなと思います。正直、単体で見ると、そんなにしっくり来ないんですよ。まあ、僕もこのコートを脱いだ状態よりも、こうやって重ね着の一部として使った時の方が、まあ、はるかにですね、なんかしっくりくる感じがするんですね。ですので、こういった3月、まだまだ寒い時期ではあるので、重ね着の一部として着てあげるのがいいんじゃないのかなと思います。そして、この、ハーフジップ なんですけども結構ですね、このジップですね、どこまで開けるのかで見え方が変わってきて、僕の中では、ま、たいこれぐらいですかね、半分ぐらい締めるのがなんかちょうどいいバランスかなと思います。下に白 T を必ず着るんですが、それがちょっと見えて、襟のこのロールだとか開きがちょうどいいのが、ま、たい半分手前ぐらいかなと思うので、まあ、一つ参考にしていただければなと思います。まあ、このインディゴブルーと、 ちょっとネイビー寄りのブラックというとこで、この二つの相性もいいと思います。で、首元は白がちょっと乗くことで、重たくなりすぎないですよ、というとこですね。で、こちらのコート、ブラックで重たい。色が重たいので、まあ、ボトムスではせめてですね、春らしさを投入したいなということで、こちらですね、ちょっと商品名、正確なとこ忘れちゃったので、こちらテロップにダンと補足したいなと思うんですが、デニムワークパンツとかそんな名前だったと思うんですが、このね、オフホワイトがめちゃくちゃいいんですよ。 シルエットも太すぎず細すぎずで白パンデビューするには、まあ、今季はこれが一押しです。まあ、結構僕のオンラインサロンだとかメンバーシップのチャンネルなんかでもおすすめしてるんですがこれは名作ですね。 これをぜひ取り入れていただいて、このコートのですね、重たい色味をですね、一気に春の方向に振ってもらうとバランスがいいかなと思います。そしてバランスという言葉が出たからには、足元はニューバランスで合わせていきましょう。これを合わせることで、まあ、よりこうトレンド感が出る着こなしになるかなということで合わせてみました。僕もですね、白パンにはどの靴が一番合うのか選手権っていうのをですね、自分でやってみたところ、やっぱりグレーのニューバランスが一番ハマりがいいなと、個人の見解 なんですが結論が出たんですね、まあ、ブラック系の靴もいいんですけども、白いボトムスに対してブラックの靴だと結構ですね、分断されてしまうので、悪くはないんだけども、もうちょっとスムーズな流れをですね、ボトムスから靴に向かって作っていきたいなという意図が僕の中にもあって、その時にホワイトとこういったライトグレー系のニューバランスはかなり相性がいいんですね。まあ、自然につながっていくので、まあ、こういった形がいいんじゃないのかなという形で合わせてみましたが、 いかかがでしょうか、まあ、全身ユニクロっぽい感じがやっぱりしないと思うんですよね。というのもなんかユニクロ U の中でもそんなに個性が強くないようなコートを着てますし、このプルオーバータイプも決してですね、ユニクロって感じがするようなアイテムではなくてトレンド感がちゃんとあるようなアイテムなので、まあ、ユニクロ見えしないようなですね、コーディネートができたかなと思います。僕もこのようなスタイルでですね、春は存分に楽しみたいなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、コーディネートの一つの参考にしていただければな というふうに思っています。 はい、続いて二つ目のコーデなんですが、先ほどはロング丈のコートで、ちょっと綺麗な感じのコーディネートを組みましたが、もうちょっとスポーティーでリラックスした感じのですね、着こなしにしてみました。今上に着てるのは、これまた先日のユニクロ U でご紹介させていただいた、リラックスパーカーというレディースの商品なんですね。これがなかなかよくできていまして、まあ、フード付きのパーカーでカジュアルな雰囲気もあるんですけども、どこか素材使いが上品なので、子供っぽ く見えづらいというところ、そこがですね、なかなかいいなぁと思うんですね。まぁ、あ、竹の短いアウターって僕は大好きで、足さばきも良くて、まあ、サクッといろいろとですね、着やすいので、まあ、これをですね、一番外側に持ってきました。グレーというですね、表記なんですが、これまたちょっとグリーン味が効いていて、なかなかですね、色の曖昧さというところが上品な見え方してくれるかなと思います。まあ、これをベースにしながら、内側はですね、重ね着です。一番下に着てる のはこれまた過去のは僕の動画の中で解説をしているんですが、隠れた名作だと思うんですね。素材感も非常にいいですし、なおかつサイズ感には少しリラックス感もあって、重ね切りも重宝するという意味で、僕はですね、これをベースにしながら、 その上にですね、丸首のニットを着るという、この組み合わせが好きなんですね。ということで上に着てるのは 3D ニットですね。ライトグレーのものですね。これまた先日の動画の中で解説をしたので、過去の動画をですね、振り返っていただいて、どこかしらにはあると思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、そちらを参考にしていただきたいなと思います。この2つでレイヤードを作った上にですね、リラックスパーカーを持ってくると、着丈の長さがそれぞれ違うんですね。まあ、このリラックスパーカーがちょっと短く めなんで、すがニットはだいいいた同じぐらいでシャツはやっぱり着丈が長いので、この着丈の長さの違いをですね、楽しむようなコーディネートというのも、まあ、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。で、ボトムスに関してはこちらブラックのタックテーパードパンツですね。タックワイドパンツもあるんですが、タックテーパードパンツぐらいの、やや裾に向かって細くなるぐらいのものの方が、まだですね、いろんな方には合わせやすいかなと思います。よりエッジが効いてるのがタックワイドパンツ だと思うので、まあ、個人的にはこれぐらいが皆さんにもおすすめしやすいシルエットかなと思います割とトレンド感のある着こなしではあるんですが内側は割とこうユニクロの通常ラインのアイテムでやっていますので皆さんもトライしやすいかなと思うんですね、まあ、このようなアウターに関しては先日ご紹介したノースフェイスのコンパクトジャケットに変えてもらうだとかお手持ちのマウンテンパーカーに変えてもらうだけでも全然横展開できるかなと思うので、まあ、一つのベースの着こなしとしてこのような形ですね スポーティーなアウターなんだけども、ボトムスだとか、シャツだとか、ニットのようなもので、少し小綺麗さをミックスしてあげると、意外と大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、トライをしていただきたいなと思います。まあ、これぐらい重ね着しとけば、3月でもそこまで寒くないかなと思うので、僕もこれからの季節、この着こなし、ガンガン楽しみたいと思っています。 はい、ついてラスト3点目の着こなしなんですが、今度はですね、こちらのアウターですね、ユーティリティデニムジャケット、先日動画の中でこれまた解説させていただきましたよね。やっぱりこれが名作で、ぜひ皆さん暖かいですね、3月の日には着ていただきたいなと思います。結構薄手なんですよね。なので、まだまだ寒いかなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、3月でも結構気温が上がる時には、このようなアウターもすごく使い勝手が いいんじゃないのかなと思います先日ご紹介した無印良品にも同じようなデニムシャツアウターがあるんですね、まあ、それに比べるとユニクロは薄手なんですねなのでもうちょっと厚手の方がいいなとかあとは色使いも含めてもうちょっと大人っぽさを出したいなという方は無印良品のアウターで代用してもらうのがいいんじゃないのかなと思います、まあ、ユニクロはですねこの色落ち感が楽しめるものを僕は買ったわけなんですが非常にですね加工のレベルは高くてですねヴィンテージ感があるんだけど けども、ちゃんと小綺麗さを損なわないようなバランスを取れたアイテムかなと思います。こちらをメインにしながら内側はですね、先ほどもですね着ていましたエクストラファインコットンスタンドカラーシャツですね。これを入れてみました。アウター自体が結構カジュアルなので、その内側は少し綺麗めな要素を取り入れることで、まあ、うまくですねバランスが取れたらなというふうに思っています。そしてボトムスなんですが、今回ですねブラックじゃなくて、まあ、ダークグレーを持ってきたんですね。これは昨年の春夏のですね。 タックテーパードパンツのグレーなんですが、これまた結構使いやすくて、僕はですね、去年、いろいろと履く場面が多かったんですね。ブラックもすごく使いやすいんですが、それに比べるとそこまでパキッとしてなくて、い、ま、ろ、あ、んなアイテムともうまくですね、馴染むような色合いが、このダークグレーなんですね。このようなインディゴブルーとも相性がいいですし、あとは靴とのつながりなんですね。ここも非常にいいんですね。なので、意外と使いやすいのが、このダークグレーのボトムスなので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、1本 こういったものですね。新調してもらうといいと思います。今なかなかですね、このタックテーパードパンツが売ってないかなと思うんですね。なので、そういう場合はスマートアンクルパンツのグレー系でも非常にバランスがいいので、そちらで代用していただければなと思っています。で、足元なんですが、今回はですね、スニーカーじゃなくて、あえてモカシンタイプの靴を合わせてみました。これコンバースのアイテムなんですが、なかなかいいんですよ、まあ。スニーカー一辺倒だとどうしてもちょっと飽きてくるので、たまには革靴、 大なものを履きたいかといって、まあ、いわゆるもう本当にレザーのですね、カチッとした革靴とも違うので、非常にね、こう、カジュアル使いしやすいのが、こういったモカシンタイプで、まあ、クラークスの一足なんかが今はですね、すごく旬かなと思うんですが、こちらは価格帯的にも1万5千円ぐらいで、クラークスよりもだいぶ買いやすいのと、あとはですね、後ろがこのようにスニーカータイプ なってですねなので最近革靴履いてなくて今更ちょっと革靴の硬さは厳しいなという方にも気軽にまたトライしやすいのがこのコンバースのモカシンタイプかなと思います最近気に入って僕もちょくちょく履いてるんですが、まあ、こういった形でグレー系のスラックスに合わせてもらうのもなかなかいいんじゃないのかなと思っています、まあ、この着こなしに関しては基本的にユニクロ U 使ってないですし現行で揃うものも非常に多いかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんにもトライしていただきたいなと思うんですねまあ価値 カジュアルなアウターではあるんですけども、それ以外の白のですね、スタンドカラーシャツとか、グレーのですね、ややワイドではあるんですが、センタープレスの効いたスラックスタイプのパンツ、あとはですね、モカシンタイプのちょっとレザーシューズが入ることで、まあ、全体がですね、綺麗すぎず、カジュアルすぎずという形でバランスが取れるかなと思うので、このような着こなしもぜひ皆さん参考にしていただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画ではですね、全身ユニクロコーデ3月編ということでお届けをさせていただきました。まあ、この企画ですね、個人的には好きなんですが、結構大変なんですね。まあ、手持ちのユニクロのアイテムも、まあ、それなりにあるんですけども、かといって、めちゃくちゃ多いわけではないので、それらをですね、いろいろとああでもない、こうでもないと言いながらですね、なんとかこれを絞り出しているというのが、全身ユニクロコーデのですね、実は裏側なんですね。 そして今僕が映っているのはこのですね、画角だけなんですけども、それ以外ですね、僕の目の前はですね、いろんな服が散乱してるわけなんですね。服だとか靴だとかそういったものを散乱しながら、僕がいかにですね、この動画を作るのに苦労してるのかがですね、まあこの外側を見ると分かっていただけるかなと思うんですが、まあなんとかですね、今回も無事3つのコーディネートがご提案できたかなと思います。まあこれは1つの参考としながら、皆さんのお手持ちのものと比べてみて、 これはこういったもので代用してみようかなとか、これが足りてないからちょっと買ってみようかなという形で、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんのですね、3月の着こなしの参考にしていただきたいなと思っています。まあ、僕自身もですね、また4月、5月とですね、全身ユニクロコーデで何か新しい提案ができないかなという形で試行錯誤しながら動画を作りたいなと思ってますので、ぜ、ま、ひ、あ、これからの動画も楽しみにしていただければなと思っています。 こちらのチャンネルではこれからもですね、メンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、もうちょっとユニクロとか GU 以外のものを見たいんだよねとか、セレクトショップのオリジナルだとか、ドメスティックブランドだとか、もっとハイブランドのことも知りたいよという方はですね、まあ実は普段の YouTube チャンネルではそういった内容をあえてですね、封印してるんですね。まあ、なるべく初心者の方に分かりやすく丁寧に解説することを目的としているので、こちらのチャンネルではそういったテーマやっていないんですが、僕はもう 一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルは、結構僕自身の趣味的な部分が強く出ていまして、かなりラフな雰囲気でやっています。そちらの方では、主にですね、ユニクロとか GU とかは、ほとんど使うことはなくて、むしろドメスティックブランドだとか、あとはセレクトショップのオリジナルだとか、まあ、僕が好きで買ったいろいろハイブランドだとか、まあいろんなものをミックスしながらですね、ごちゃ混ぜで、ざっくばらんに展開をしていますので、気になる方はですね、ぜひ概要欄からチェックをしていただきたいなと と思いま,すまあ、週に一度はですね、ライブ配信もやってまして、そこもですね、結構盛り上がってまして、皆さんのご質問に直接お答えしながら、ワイワイと展開してますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなか大山さんの動画長いよと、そんなチェックしてらんないよという方のために、オンラインサロンっていうのもやってるんですね。そちらの方では、文章と写真ベースで、おすすめのアイテムこれですとか、こんなスタイリングの仕方がありますよっていうのをですね、皆さんにわかりやすくお伝えしてるんですね。 まあそちらは大体1分ぐらいでサクッと読めるような分量の記事をいろいろと書いてますので、まあぜひ時間がない方はですね、そちらなんかもチェックをしていただきたいなというふうに思っています。一応こちらも概要欄にリンクを貼っておきますね。以上、スターリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。